はい、ということでね、さっき新幹線乗って、ホテルに着きましたイエーイ寝るもんその日よりはね、寝るんですよね。はい、こんな感じで全然見えてないけど大丈夫ですか。はい、明日はユーフェスのリハーサルです。で、明後日本番だね。だね、うん、頑張ろうね。そうだね、まあちょっとゆるくね、頑張ろうと思いまーす。ということで、また次の日へどうぞ。はい、ということで、ユーフェス大阪のリハが終わって今、帰ってきました。夜の10時ですね、うん、明日が本番、明日が本番なんですけども、うん、頑張りたいですねということで、ちょっとね、今回泊まるホテルが、まあ、用意してもらったんですけど、すごいいいホテルなので、まあ、ちらっと見て今回はね、この辺で終わりたいと思います。布団がね、布団がね、もうふっかふかだったこんな感じでもういいですね、うん、ちょっと汚いですけど、こんな感じで、で風呂がマジで綺麗ちょっとね、小声なんですけども、まあこんな感じで部屋紹介しましたということで、ちょっと何がしたかったかよくわからないんですけども終わろうと思います。バイバーイ。こんにちは、ポンポンゆりです。どうも、ひよりんごです。ちょっと今、こちらでユーフェスの前です。12時から始まります。はい、9時間生放送でぶっ通しでやるので、まあ、その様子もね、ちらっと多分撮れてれば流すと思うので、うん、お楽しみに。お楽しみに。バイバイ。多分この次に流れるけどね、うん、次。次は何だろう、多分これで終わるのかな、ちょっとわかんないけど、なんかデータが残ってたら他にまたつなぎ足すんですけども、うん、なかったらこれで終わりなのでチャンネル登録、グッドボタン、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、うん、バイバイ